シンガーソングライターのジェイク・ミラーは、BTS のジョングクを彼の新曲の一つにフィーチャーしてほしいとコウにツイートしました。3月6日、ジェイク・ミラーは自身のツイッターで BTS のジョングクにラブコールを送り、BTS のジョングクを私の新曲にフィーチャーしてもらいたいのですが、連絡方法がわかりません。彼に、続いて防弾少年団の公式ツイッターアカウントをタグ付けして注目を集めた。これは、ジェイク・ミラーが V ライブ中に彼の曲の一つである、The Girls as Underneath に合わせて踊るジョングクのビデオを興奮してリツイートした直後に起こりました。ジョングクがジェイク・ミラーのラブコールに気づいたかどうかは不明ですが、ネチズンは2人のアーティスト間の間接的な相互作用に興奮を表明しました。ネチズンは次のようにコメントしています。ジョングク、返事をくれ、うわーかっこいい。ジェイク・ミラーは、2017年に BTS が文字通り引き継ぐことをすでにコウに発表しました。MTV がその投稿の下に、事実、とコメントしたという事実も非常にクールです。ジョングクの、連絡先はチャーリー・プースに聞いてください。わら、そのようなスーパースター。さすがチョン・ジョングク、正気じゃない。ジョングクはすごい。